大学卒業した大ちゃんです。今独身女性の目がキラッと光ったのを見えましたかね。あの、どうもいいですかね。すいません。ということでですね、今日はあの、いつもサルホで、サッフをしてくれている大ちゃんを担ぎ込みまして、彼はあの、まあ、若手で、これから将来有望なので、サルホの中でもこう期待されてる、若手の男の子で、今回は MC を一緒にということで、大ちゃんを担ぎ込まれましたので、これからまあ大ちゃんも一緒にやっていきたいなと思いますので、皆さん大ちゃんをどうぞよろしくお願いいたします。今日はあの、8時からだと思って、私も若干こう余裕が超えてたら、今日7時半だったということで、まだ8時からじゃないかなと思っている人がいると思うんで、 30分ぐらい MC しますかね。ちょっとツッコミがまだ弱いみたいな。進めていこうと思います。すいません。それでは、今日はパフォーマンスいくつありますか？ 3つです。はい。で、なんか、言ったことありますか？あ、そうです。軽く自己紹介をさせてもらいます。今紹介ありましたが、東京外国大学を、3月に卒業して、4月から働き出しました。ちょうど、本配属が終わ、本配属が先週月曜日だったので、1週間終わって、まあ、新人なので電話対応しかできないんですが、昨日が初給料日で、ちょっと他の人になってちょっと嬉しい。 気分ですよ。じゃあ今日みんな会場の皆さんに一発ずつおごるってことで大丈夫ですか？はい、ということで、あと大ちゃんバチャータが大好きだということで、今日はバチャータが多めなんですよね。今日バチャータ多めで DJ にお願いしておいたので、ぜひ、このあとフリータイムよろしくお願いします。はい。